おはようございます。サボテン大好きジェムおじさんです。おはようございますということで、今日は今朝の7時なんですけど、朝活をねしようかなと思って、朝っぱらから何やってんのということなんですけど、優雅にモーニングコーヒーをいただきながらサボテンの種まきをやっていこうかなと思います。で、今日は、わずかなね隙間時間も活かしてサボテンと遊びたいなと思ったんですね。ということなので、そんなにたくさんね長時間にわたっての作業ということではなくて、小1時間ぐらい、園芸ができればいいかなと思って、温室にやってきました。で、今日まく種は隙間時間であまり時間がないので、量はちょっと抑えめにしてあります。で、今日のテーマは、コピアポア属のサボテンが比較的多く、何種類か手に入ったので、それを巻きつつ、その他のギムのカリキウムですとか、あとは柱サボテンがね何種類かゲットできたので、そいつらも巻いていこうかなと思います。種のね紹介ということで、詳しくは概要欄の方にね記載しておきますけれども、例えばコピアポアのマルギナータですね、コピアポアのモンタナ、コピアポアのペンディカラーって、その他にもタルターレンシスとかボガエアとか、コキンバナ、他にももう1種類ぐらいありますけれども、ただコピアポアといえば人気の国王丸ですよね。シネレア、キネレア、国王丸ないんですよね。残念ながら国王丸はどうも世界的に人気のようで、種がね入手することが難しくなってしまいましたね。以前は少し手に入ったんですけど、手に入ったとしてもすごく値段も高くなってしまいましたね。ということなので、今年は国王丸はちょっと手に入らなかったので、その他のコピアポア属のいくつかの種類を中心に朝の時間を利用して、わずかね1時間足らずの時間でもいろんなサボテンとコミュニケーションできるんだよ、理解していただこうかなと思います。それではやってみよう。それではやっていきましょう。で、用意するものは、こういったものですね。前回の動画でも紹介しましたが、マクポットはこういうちっちゃいポットですね。で、連結ポットと言われているものを、こうやってハサミで切って一つ一つに分けたものですね。で、なぜこういうものに使うかというと、こういうちっちゃいねポリポットがあればいいんですけど、なかなかこういったポットは見つからないので、連結トレイをハサミでチョキチョキして小さいポットを作ったということですね。で、さらにこいつはね非常に軽くて柔らかくて脆いもので、安定感も悪いので、これを置くためのこのね製氷皿みたいに見えるものも連結されてる、農家さんが野菜の苗を作るためのセルトレイというようなものですね。ホームセンターなどに行けば、100円ぐらいで手に入るものなんですけども、そいつをやっぱりカットしてちっちゃくしてますね。で、今回は、隙間時間でやる、隙間のスペースを使ってやるということなので、ちょっとこういう形でねかなり小さく切ってみました。で、これにこういう形で、ポットを敷き詰めて、こうすれば多少のことでは倒れたりしないのでいいかなと思います。それで、あとは種ですね。こういう種。今日は、コピアポアが7種類ですね。で、その他が15種類ぐらいですかね。合計で20種類ぐらい。で、1つの種類でもね、複数のポットに巻くこともあるので、だいたい25ポット作ろうかなと思います。ですね。じゃあ、やっていきましょうか。で、使う用途は、こういう野菜の育苗
用、まあ、種まき用の培養土ですね、キメの非常に細かいものがいいかなと思います。サボテンの種も細かいですし、あまりね大きな赤玉土とかそういったものにまくと間にね入ってしまって、で粘りもね、最初のサボテンの芽生えというのも弱々しいものなので、こういう柔らかい繊維というかね、これはピートを主体としている培養土ですけども、こういう方が発芽直後の根が絡みやすいかなということで、こういうものを使ってみます。で、このね細かい用土をそのまま撒いていくと、さすがにちょっと水はけ悪いかなと思うので、まあ、一般的なねサボテン用土みたいなものを、まあ、鉢底石の代わりに少しね本当にわずかに、まあ、このトレーに鉢底も穴も開いてますんで、あんまり細かい用土だとね穴から逃げてしまう可能性もあるので、鉢底石的に使って水はけの改善をしてますね。そしてこういう細かい培養土を入れていくと、まあ、こういう感じですね。まあ、こんな感じですかね。で、これふわっとしてる軽い培養土なので、水やりをすると結構沈んでしまうので、目減りしてしまうんですよね。なので結構しっかりたくさん地いっぱいまで撒いてもいいんじゃないかなと。そのうちね痩せてくる、用土が締まって、少し減っていくと思いますので、まあ、こんな感じでいいかなと。こんな感じですね。でもう一つ作っちゃいましょうかね。鉢底石ということで、少し通常の培養土を下に敷き詰めてからの、種まき用の培養土ですね。いつも思うんですけど、これ私が勝手にやってるやり方なので、いろんなやり方があるかなと思う。いろんな人の動画とかブログとか、あるいは書籍なんかにもいろいろサボテンの種まきのやり方っていうのは載ってますんで、でそれぞれね違う人によって全然やり方が違う、まあ、いろんなやり方を試してみて、自分の環境というかね、自分のなりのやり方っていうのを見つけていくのがいいかなと思いますね。私もこれ毎年やり方変えてる、試行錯誤してます。これで決まり、定番、もうこれ以外のやり方やらないなんていうことでは全くなくて、毎年、まあ、そもそもこういう培養土なんかも毎年手に入るものも変わってきますし、去年の結果とか過去の結果を、まあ、ベースに、まあ、よりいいやり方を見つけていくのかなと思いますね。少しずつ毎年わずかながらでもね進歩していけばいいかなと思います。用土が準備できたので撒いていきましょうかね。じゃあやっていきましょう。まずは、これですね、ポピアポアのマルギーナータという、ちょっとねどういう種なのかっていうのをあんまりこだわらずにね集めてるんですね私。ちょっとやっぱ用土が入れておきましょうかね。ギリギリまで、どうせ水やりをすれば沈んでしまうので、もうなるべく鉢、まあそもそもこの鉢というかね連結ポットもちっちゃいものなので、2号普通の園芸ポットで言えば、換算すれば2号とかもっと小さいかもしれないですね。ペンの長さが、鉢のねサイズが一辺の長さが4センチぐらいですね。4センチ ×4 センチということで、かなりちっちゃいポットなので、まあ、なるべく用土をねしっかり入れてあげようかなと思います。で、この段階で少し殺菌剤をね撒いてあげてもいいかなとは思うんですけど、まあ、私の場合はちょっと後に、今日はちょっと一番最後にね殺菌剤をスプレーしていきたいと思います。そして
で、これが種ですね。で、こういう向きにしましょうか。こういうふうにして種が何粒入ってたのかなと言いますと、だいたい10粒ぐらいですかね。そして見えますか、圧倒的に、まあ、こういう感じでね、まあ、均等に巻いていくと。で、完成ですね。で、どんどんやっていくとですね。2種類目はポピアポアのモンタナ。モンタナってことはマウンテンっていう意味なんですかね。やっぱり言葉はやっぱり難しいですよね。園芸学名っていうのはラテン語っていうのはね、やっぱりくせ者で、なかなか理解がね進まないですよね。種の袋にね、こういうところに隠れてたりするんですよね、種が。なのでそういったものを、まあ、逃さないと。はい、これで綺麗にできました。はい、で次3種類目、これはコピアポアの金花って言うんですかね、黒印花、黒印バーナとか黒紫柑とかっていう名前でしたっけ、なんかそんな和名がついてた気もしますね。和名がねちょっと苦手で、あまりこうすぐに出てこない学名をもとに、まあ、インターネットでちょっと検索してみるとかっていう感じですね。まあ、普通の人は多分逆なんでしょうね。普通は名から入っていって、まあ、学名をまあちょっとめんどくさいなと思いながらも学名表記をする人はするということなんですけど、まあ、ほとんど和名表記でそこでもそれ以上学名にこだわらない人もいますよね。まあ、むしろその方が主流なのかなという気がしますね。はい、3種類目が終わりました。4種類目が、これはコピアポアのペンディカラーですね。はい、ね、朝から朝起きて朝マックを食べながら、ね、早朝7時からサボテンの種まきをするとね。まあ、蒸気を知ってるかなと。これがねもちろん生産者とかねプロの方であれば、もちろんあの農家の朝は早いということで、まあ、早朝やっぱり日が出て暑くなる前の、まあ、朝の早朝のゴールデンタイムをね生かして、さまざまな作業、園芸作業というか、まあ、農業作業っていうんですかね、栽培をするんでしょうけど、まあ、本当にあの趣味でやってて、こういう早朝からやるっていうのは本当に、まあ、我ながら好きだなという感じがしますね。はい、残らず一粒たりとも残さないと、ね、種もやっぱり入手しづらいですからね。今回手に入れた種が次手に入るかというと、なかなか一期一会みたいな世界がありますよね。もうその時逃したらもうあの一生、まあ、極端な話一生手に入らないみたいなね、そういうこともあるので、あれ、これもペンディカラーですね。ペンディカラーが2パケット買ったんですかね。ということなので一粒たりとも逃さないということですね。で、朝活っていうのはねやっぱりいいですよね。いろんな意味でいいかなっ
ていう。私基本的に朝型人間なんですけど、やっぱりまあ朝って頭が冴えてますよね、すっきりしてますよね。睡眠によっておそらく日常のいろんな雑念というかストレスとかそういったものから一応朝は一旦リセットされて、まあ、爽やかな気持ちでやる気に満ち溢れてるみたいな状態ですよね、精神状態が。で朝はやっぱ涼しいですよね。でまあ一日のうちでも涼しい時間で体も頭も明晰になっているということで、まあこういう作業するにもいいかなということですね。これは種が少なかったですね。これがねコピアポアタルタレンシスのサブスピーシーズのルペストリスという種ですね。はい、まだまだコピアポがありますよ。それにしてもねやっぱりキネレアシネレアっていうんですかね、国王丸手に入らないですね。巻きたかったんですけどね、今年はちょっとなんかタイミング合わず入手することができませんでしたね。これもタルタレンシス、さっきのやつと同じですね。2パケット買ったみたいですね。種の数が少ないですねこれは。はい、そしてこれがコピアポアのヒポガエアバルキテンシスと。今回の種は残念ながらフィールド情報がなかったですね。まあ一部はあるんですけど基本的にはない種でした。なのでちょっとロカリティっていうんですかね、自生地情報をこだわる人にとってみてはちょっと物足りないかなとは思いますけど、数が多いですね。10粒くらいしかないパケットもありつつ、このように100粒とまではいかないですけど50粒ぐらいあるパケットもあって、全然違いますね。あ、また同じですね、ヒポガエアバルキテンシスですね。まあ、そういうわけでね、国王丸が手に入らなかったということで、まあ、来年はまたちょっと意識して探そうかなとは思いますね。まあ、今年は正直あまりこう注目してないというか、強いマコを巻きたいっていう意思を持って探してなかったので、まあ、目につかなかったという方が正解ですかね。やっぱり面白いですね。やっぱり人その人その人が今一番気になってること、何か欲しいなとか何かに興味があるなっていう思うと、そういう情報っておのずから向こうの方から飛び込んできますよね、情報が。おそらく相互作用があったりして、まあ、脳が意識するとそれが目に入ると、まあ無意識のうちにそういったものを探すという多分仕組みがあるんだと思うんですけど、まあそういう意味で今年は国王丸をまあ潜在意識で探してなかったんでしょうね。でもまあいざ今日コピアポアを巻く段になると、やっぱちょっと巻いてみたかったなと。以前ね巻いたことはあって、まだそれ種まき始めて2年目ぐらいでチャレンジした時があったんですけど、その時のロットは結構前も動画にはしましたけど、ちょっとあまり発芽率というかね、発芽率は良かったんですけど、発芽後の管理がまだ分かってなくて、残らなかったですね、ヒポガエアのさまざまな種類。まあいくつかは残ってないにはなってるんですけど、まあ今やればもう少し上手に管理できるかなっていう気もするんですけど、当時はよく分かんないで育ててた面があったので、あんまりいい結果を残せなかったですね。またいずれね、チャンスがあるでしょう。探して求めていればいずれそういう巡り合うこともあるだろうということで、まあ気長に探してみようかなと思いますけどね。まあ、今年はもう種の入手のシーズンもね終わってしまってますので、また来年ですね。これはねコピアポアのレオネンシスというものですね。まあそれぞれどういう特徴を持った原種なのかっていうのは、買うその
種を買う前にいろいろ調べるっていうのももちろん基本かなとは思うんですけど、まあ、ある程度ジャケ買いじゃないですけど、まあ、いくつかもう買ってしまって、その後、まあ、一応これでねコピアゴは終わりましたね。であとはイムのカリキウムとかが始まるんですね。どうしようかな、どれからいこうかな。ちょっと一つだけポットが余っていたので、ポリファンタが一つだけなぜか買っていたので、そいつをここにね一つスペースが余っているので巻いてみましょうかね。今の段階でどれぐらい経ってますかね。隙間時間での園芸ということなんで、あんまりこう時間をかけたくはないですね。だいたい1時間以内に全て終わらせて帰りたいなということなんですけど、もう30分ぐらい経っちゃいましたかね。ファンタのセリーネンシスという種ですね。これが巻きました。じゃあこれの1列終わりましたので、次のパレットを持ってきました。はい、なるべく利用度をねしっかり目いっぱい敷き詰めて、やりすぎましたね。こういう感じで、ちょっと小枝みたいなやつがね、ピートの破片ですかね、目の粗い部分もあるので、それはもうちょっと除去した方がいいかなとは思いますね。こうやって表面をならして、表面をならさないと種がね均等に行き渡らないので、こうやって平らにしといた方がいいかなという気がしますね。はいですね、はい。まあ、この表土がね、育苗用の野菜用のやつなんですよね。これが吉と出るか凶と出るかちょっと分かりませんが、かなり目が細かくてね、柔らかい優しい感じの用土なんで、おそらく最初のサボテンの芽生えにはいい感じじゃないかな。サボテンの種になった気持ちでまあ語るとすると、まあ、やっぱりね生まれたての赤ちゃんたちってやっぱり柔らかいものが好きですよね。柔らかい布団っていいじゃないですか。あったかくてねふわふわした布団、そういったもので目覚めればまあすくすくと育つんじゃないかなと、今そんなイメージですね。はい、じゃあ行きましょうか。リムのカリキウムがありますね。これはどうしようかな。ちょっと数が多いんですよね、これ種がね。なのでどうしようかな。ラベルが足りないな。ちょっとギムのカリキウムはちょっと後回しにして、この辺からいきましょうか。これは面白いんですよ。これはね、交配されてるものだと思うんですけど、フェロベルギアっていう名前で入手しましたね。フェロカクタスとリュクテンベルキアのハイブリッド、属間のハイブリッドだと思うんですけど、それを、まあ数は少ないんですけど、ちょっと入手できました。どんな、ね、リュクテンベルキアとフェロカクタスって多分形態としては結構違うのかなっていう気がするので、それが交配できちゃうんですね。初めて知りましたけど、まあ、どんな姿になるのかちょっと楽しみですね、このフェロベルキア。そして、これがフェロカクタスのペニンシュライ。ペニンシュラっていうのは半島のということですよね。半島ってことはこれあれですかね、自生地が多分メキシコの多分バハ
カリフォルニアっていうあそこの細長い半島、カリフォルニア湾とかって言うんでしたっけ、ちょっと定かじゃないですけど、あの辺のものかなっていう気はしますね。フェロカクタスのペニンシュライ。フェロカクタスは種が結構大きいですね。うまく出てこないな。ちなみにさっきのフェロベルギアはすごく種が大きかったですね。今まで今日まいた中で一番大きかったですね。まあ、サボテンの種もね、違いますよね。やっぱり種によって全然違いますね。さっき何気なくまいてしまったあのオリファンタの種なんかはなんか色もねちょっと茶色っぽくて、なんかなんでしょうね、見た目もなんでしょう、極小のピーナッツみたいな形してますよね。はい、これはね、ここからちょっと柱サボテンゾーンが始まりますね。ボリジカクタス、もう何でしょうこれ、アウレイスピナスですね。アオレア、黄色いトゲということですかね。ボリジカクタスという、こういう柱サボテンをまく人って多分ほとんどいないかなと思うんですけど、私もなぜこれをまくのか、自分でもよく分かってませんけど、まあ、いろいろね、いろんなものをやってみると、まあ、全て経験につながって、なんか、楽しいかなというところですね。はい、で次もこれもボリジカクタスサマイパタヌス、サマイパタヌス、学名も本当にね、和名も難しいですけど、学名も読み方がやっぱりわからないですね。ちゃんと学んでね、体系立てて学んだり、その法則性をしっかり理解すれば逆に早いのかもしれないですけど、まあそういうのとすっ飛ばして全く基礎というものがなくやってるので、結果的に遠回りをしてるのかなという気もしつつ、まあ趣味の世界なんでね、楽しんでできればいいかなと、あまりもう難しいことはいいかなという気もねありますね。そして次、今度はねセレウス、ケレウスですね。ケレウスバリディスフォーブシー、これも柱サボテンですね。種が結構たくさんありますね。柱サボテンって発芽率ってどうなんですかね。あんまり柱サボテンの種、昔本当に園芸を始めたての20年ぐらい前に鬼面閣かなんかをちょっと種を遊びでまいたことがあるような、なんかそんなことを思い出しましたね。それ以来ですかね、柱サボテン数がありますが、もう行ってしまいましょう全部。はい、次がこれもセレウスのアエティオプスっていうんですかね。難しいですね、発音が。ねえ、ラテン語ってなんか、あれでしたっけ、読み方って分かってないんでしたっけ、実は。まあ、何らかの法則性はあるんだと思いますけどね。はい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 。これも結構数がありますが、いってしまいましょう。もう終わりました。でさらにこちらが、こちらも面白いですね。モランガヤというモランガヤのペンシリスというサボテンですね。これも数が結構ありますね。もうあと1種類で一応柱サボテンゾーンが終わりなので、はい、であと1つ、これが最後のサボテンとですね、ペニオケレウスのストリアータス。一応ここまで終わったら一旦区切って、あとはまたリムのが残ってるんですけど、これはちょっと隙間時間では
やりきれないかなということなんで、そこからはちょっと後でまた後日やりましょうかね。まあ、とりあえずコピーアポアが大体終わったので、まあ、自分的にはもう満足かなと。はい、はい、終わりました。はい、じゃあこれが、こちらがコピーアポアで、こっちが残りですね。集めときますかね。はい、こういうことにしときましょう。コピーアポア、そして柱サボテンということですね。ということで、ちょっと義務のはちょっと後回しにしましたけど、結果的に、だいたい、これが7列が6ポットなので24ポットですね。24鉢分のサボテンを種まきをしました。今日はコピーアポアを中心にやってみました。で、最後にね、少し強度をね、殺菌剤、種子用の殺菌剤がね、入ってるスプレーなんですけど、こいつをひたすらかけると。で、種は少しかびやすかったりもするので、で、箸をする前に種を消毒とかはしてないので、まあ、この段階でしっかり種に殺菌剤をまぶして、まあ、発芽直後のカビですとか、しばらく経つと苔が生えてきたりするんですけど、そういったものを防ぐと。で、この後は腰水で管理していくんですけど、やはりカビがね、発生したりすることもありますので、その都度その都度こういう殺菌剤をまいて、まあ、発芽直後の一番弱い時期をね、守ってあげるという感じですね。はい、まあ、大体こんな感じですかね。で、あとは腰水のバットに移動して、ちょっと遮光気味で管理して、3月下旬ぐらいには発芽してくるかなと思うの で成長に従って徐々に遮光を取って、とは言っても半年ぐらいはずっと何らかの遮光をして管理していくという風になるかと思いますね。ということで、コピーアポアを中心に朝の隙間時間を利用してサボテンの種まきをやってみました。で、着てる服はね、冒頭と違うと思うんですけど、実は隙間時間と言いながら2時間ぐらいかかってしまって、このエンディングの画像を撮る時間がちょっとなくなってしまって、当初の予定はね、1時間ぐらいでちゃちゃっと終わらせたかったんですけど、まあ、なかなか意外にそうはいかず2時間ぐらいかかってしまいました。道具をしっかり揃えて、段取りをしっかりつけて、準備すれば、まあ、1時間ぐらいでやることも可能かなとは思いますけど、ちょっと手順がうまくいかなかったので2時間ぐらいかかってしまいました。ということで、今日の動画ね、まあ、短い時間でも、まあ、パッションさえあればサボテンともね、朝の時間も利用してサボテンと触れ合うことができるということでご紹介しました。ね、今日撒いた種がね、大きく育って、こういう大きなね、コピーアポアに、ね、なってくれることを期待しながら、今後も成長を見守っていきたいなと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。忘れてはいけないのが、そうですね、チャンネル登録、この辺に丸いのが出てきますので、出てきたらクリックして、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオスアミーゴス。